お前らが遅いんや、ドアホ。だっていつまで経ってもつかないんだもん。葵もう歩けません。タエコ、左に同じです。あれが見えへんのか。もしもし、京都。現在中。今、23区内に入ったところです。周りに何が見える？田畑、学校、病院、ため池、鉄塔、積乱雲、樹木、電柱、かかし。近くに人はいるか？いいえ、一人も。回線は使えなくなる。了解。行くで、葵、太鼓。でも先輩、この先は。心配すんな。修学旅行に来たと思えばええねん。さあ、旧首都観光に出発や。まずは川を越える。この道の先やな。もしかしてずっと歩くんですか、こんな広い町を。学校の授業で習ったやろ。空からやと町の様子がよくわからん。だから誰かが下に降りて詳しく調査せないかんらしいわ。だからってこんなところ何も考えずにホイホイ進めるわけないでしょ。人形じゃあるまいし。ただ与えられた仕事はこなさないと。分かってるってば。でも本当にいるんですか、人なんて。さあな、それを探すのがうちらの仕事や。はい、京都。たった今電波信号をキャッチした。 SOS だ。発信源はそこから半径5キロ以内だ。じゃあこの辺に人が。可能性が高い。どこか広い場所で発煙筒を上げろ。了解。見つけた後どうすれば。何もするな。お前たちは見つけるだけでいい。どうして急に SOS を出したのかな。ここ1ヶ月で突然増えたんですよね。残ってるからには何か理由があるんでしょうね。報告、あと10分で目的地上空です。三島司令官。本職は防衛大学附属工科学校の教官だ。教頭でいい。総員フル装備させろ。イエスさ。うわあ、大きな川だ。気持ちいい風。おお、終わった。水面がキラキラ光ってる。見えます？先輩。ねえねえ、ちょっとここで休んでいきましょうよ。もうとっくにお昼過ぎなんだし。そうするか。ここなら広い。教頭のヘリも着陸できるやろ。やったそんなに持ってきたんですか、お弁当。うまい、超うまい。これじゃハイキングやな。お
を。先輩、バランス栄養剤を投与した。この方が楽でええやろ。そんなのなんやねん葵。なんでもありません。あー、おにぎりおいしい。ウインナーもカリクリームコロッケも超絶うまい。人間に生まれてきて本当によかった。あれだ、あの赤い煙のポイントに降下しろ。今の声は？近くからでしたね。橋の下です。人や。苦しんでるみたいです、先輩。だけど教頭が、何もするなって。カウンターの数値が基準値を超えとる。発生源はあの防護服や。助けて。誰か助けて。タエコ、救急箱よこせ。でも教頭先生が来るまでは。拘束なんてクソくらいだ。バカな、マスクもつけずに。今からこの特殊拳銃で万能薬エーテルを投与します。息を落ち着けて。少しは楽になったでしょ。天使。保護しろ、急げ。は、至急保護。どういうつもりだ、ナルセ。あれは軽症者用の予防薬だ。希少品で数が限られていることは教えたな。あのような重症者に与えたところで一時的な鎮静効果をもたらすだけ。やばい。ほんならもっと数を増やしてください。これからも生きている人を見つけ次第手当てします。それがうちらの仕事や。あの子たちはなぜマスクも防護服も身につけず平気でいられる。彼女たちの名前はコッペリオン。遺伝子操作によって生まれつき体内に強力な耐性を持つ子供たち。どないした二人とも。普通の人間ならこの環境では生きていられません。私たちってやっぱり人形なんですかね。ドアホ。
人形があんなうまそうにおにぎり食うかいな。ほら、行くぞ。あ、待って、茨原先輩。あ、おにぎり美味しかった。あの子たちなら自由に歩くことができる。この世界一巨大なゴーストタウン。首都の朝か。お、よっ。あ、おはようございます、茨原先輩。おにぎり食べます？鮭フレークとたらこと鶏そぼろ。ふん。は、あ、どないした、大子。あそこです。ほら、犬ですよ。後ろからついてきたみたいです。おお、ほんまや。平気、なんですかね。うちらと一緒やな。この環境に適応したんやろ。そういえば、鳥もいますしね。よかった。ここにいるのが私たちだけじゃなくて。何？私だって動物と同じ扱いなわけ？そうですよ。動物はみんな家族です。そろそろ出発するぞ。SOS の発信源はこの辺りに集中しとる。でも、こっちからの呼びかけには全く答えんそうや。身動きが取れへんのかもな。じゃあ、どうやって探すんです？カウンターを使う。こいつの感度を最大にすれば。近くにおったら強い反応を示すはず。動物か、もしくは人がな。んで、また今日も一日歩くわけ？車使いましょう！車！現代人の必需品！その辺に転がっとるのは全部年代物のクラシックカーやぞ。エンジンかけた途端、ズドーン！だったら教頭にピカピカの新車積んできてもらおうよ。シャワーと冷蔵庫付きのやつ。あ、テレビに。私は陸上自衛隊第三師団特別工科学校教頭三島鬼平陸佐であります。本計画の現場指揮は任されております。うちの教頭がテレビに出てる。いいな、一気に有名人じゃん。三島教頭、何よりも国民が案じているのは自衛隊員の健康状態です。心配ご無用です。そのために作られたのがこのバリアスーツです。実験では 99% 遮断できました。ですがこれでも完全に防護できるわけではありません。もうええやろ。うちらには関係ない。消せ太鼓、行くぞ。三島教頭、この度は貴重な映像どうもありがとうございました。ではこれで中継終わり。いえ、これより中心部へ向かいます。ぜひとも国民の皆様にお見せしたいのです。中心部、今どうなっているんでしょうね。強い汚染のせいで誰一人近づけないそうですけど、ちゃんと管理できてるんでしょうか。そんなことよりさあ、今日こそはホテルに泊まりましょうよ。茨原先輩、ここまで来てボロボロの民家で寝なくても。あれ見てもそう言えるか、葵。え、そんな、ホテルが傾いてる。過去の傷跡や都市を襲ったあの日の。今日も霧が濃いですね。これじゃ次も真っ白でしょうね。イブセ、テレビ局につなげ。知りませんよ、放送事故になっても。三島教頭、現在の様子は？中心部付近は大抵日中はこのように濃い霧に覆われています。これはホットパーティクルという
細かい粒子の集まりで、それが潮風で巻き上げられて霧のように見えるわけです。つまり中心部周辺では今もなお強い汚染が残っていると。そうです。普通の人間ではこの先に一歩も近づくことができません。なるほど。ロボットや人形でもない限り現場調査すらできないと。霧が晴れた。50秒が限界だ。それ以上は待てませんよ。日本国民の皆さん、しばらくの間手を止めて、ぜひともテレビをご覧ください。あの日、世界は一変しました。それはなぜ起こったのか、どうしてこうなる前に止められなかったのか。首都の 90% を壊滅させたあの惨劇の中心、国民の、いや世界中の皆さん、このパンドラの箱は人の手によって開けられたのです。しかし我々はその閉じ方を知らない。行こう。人を見つけるのがうちらの仕事や。そうですよね。レッツゴー。あら、あの高いと、もしかして何かのプラントやな。ちょっと待って、めちゃめちゃでかくないですか。これ、隣の刑務所の3倍はありますよ。うっしゃー、マジで超広い。ずっと向こうまで続いてる。まるで一つの町みたいですね。おお、来たぞ。急にカウンターの数値が上がった。人ですか。あれ、うちらが来た方向やな。なんや、また今朝の犬か。私たちについてきたんですかね。勘弁してくれよ。これじゃ人を探されへんやないか。動き回らないように、私がしばらくお話ししてきます。大丈夫ですよ。私、学校では飼育係でしたから。わかった。じゃあ見つけたらすぐ迎えに行くわ。無線は持っとるな。チャンネル2や。はい。茨先輩、太古の動物好きって。ああ、そうなるよう DNA に組み込まれてるんや。あいつは生まれつき動物並みの五感を備えとるらしい。またアラームが。先輩、誰かいました？ねえ、手遅れか。そこにおれ、葵。自殺か。1ヶ月は経っとるな。うわ、もうやだ、帰りたい、怖いよ。麻酔銃や、眠ったか。はい、多分。もしかしてこれ、さっきの犬？違う。見てみ、この鋭い歯。これは狼や。なんで町に狼がいるんですか？多分、野良犬が野生化したんやろ。
ここはもう無人の森と同じようなもんやからな。待ってください。じゃあ今太鼓と一緒にいる犬も、あいつは武器を持ってない。おい太鼓、落としろ。聞こえへんのか。おい、だから葵こんなところ来るの嫌だったんですよ。ここはもう人が入っちゃいけない世界なんです。行くぞ。太鼓救出する。行方不明の子供、優しい目、母親、血の通っていない人形、守るべきもの、約束、次回コッペリオン、未来。